皆さん、こんにちは。タグの株ブログも書いている、タグです。タグの株ブログは資産形成に特化したサイトとなっています。概要欄にリンクがありますので、ぜひご覧ください。高配当が好きな私は日々、企業の分析を行っています。今回は、石油、天然ガスの開発生産を行っている、インペクスの2022年12月期の決算が出ましたので、解説したいと思います。以前は、国際石油開発定石という称号でしたが、21年4月1日に称号をインペックスに変更しています。2022年2月に勃発したロシアのウクライナ侵攻により、原油価格は高騰しました。2022年の中盤まで原油価格は高値圏で推移していますが、上昇は一服し、これ以上の利幅は見込めない状況です。逆に価格が下落局面に入ると収益悪化が懸念されます。そんな状況の中、直近の決算を解説しますので、インペックスの株を購入しようかと思っている人の参考になれば幸いです。まずは、インペックスがどんな会社か知らない人のために解説します。インペックスは2008年に国際石油開発と帝国石油が合併してできた企業です。2021年に国際石油開発定石からインペックスに称号変更をしています。日本最大級の石油天然ガスの開発企業です。世界各地で石油天然ガスを探鉱し、開発、生産販売をしています。日本最大の埋蔵量、生産量規模を誇っています。再生可能エネルギーは、地熱発電、ソーラー水素プラントに取り組んでいます。筆頭株主は日本政府です。主要取引先にエネオスも含まれています。また、連結子会社は65社、持ち分法適用関連会社は20社あります。主要な取扱商品は、石油、天然ガス、地熱発電や太陽光発電などの再生可能エネルギー。世界各国での天然ガスや油田プロジェクトです。再生可能エネルギーの取り組み強化として、ポートフォリオの1割を地熱発電事業や風力発電事業などへの参入拡大をする計画を発表しています。インペックスは日本最大級の原油天然ガスの開発生産企業で、他の石油開発企業としては、石油資源開発や三井石油開発などがあります。インペックスは特に、豪州で大型ガス開発、LNG、液化天然ガス事業を推進しています。また、アラブ首長国連邦でクリーンアンモニア製造事業を展開していたり、浮体式洋上風力発電に意欲を見せています。地面に設置する着床式と異なり、風車を海に浮かべます。水深50メートル以上の海に適した浮体式は、日本のような近海の水深が深い地域での導入余地があり、長崎県で事業化する計画となっています。インペックスの業績についてです。これは、四半期ごとの売上高と営業利益のグラフです。インペックスの期の始まりは1月からとなっています。2020年度が業績の底となり、2021年度以降、売上高、営業利益ともに右肩上がりに増加しているのがわかります。2022年度第4四半期にあたる10月から12月の業績は、前期比で売上高は 58.4% の増加、営業益は 75.5% の増加、経常益は 78.2% の増加、最終益は2倍の増加となりました。見事な増収増益という第4四半期でした。莫大な増収増益の理由は次に解説したいと思います。2022年12月期の業績は、前期比で売上高は 86.8% の増加、営業益は 2.1 倍の増加、経常益は 2.2 倍の増加、最終益は 96.5% の増加となりました。1年間を通しても増収増益となり、過去の業績をすべて上回る素晴らしい業績となりました。
売上高は約1兆802億円も増加しました。売上高の増加要因は、販売数量による増収、平均単価の上昇による増収、平均為替レートが円安になったことによる増収の大きく3つの要因があります。今回の決算では3つの要素が全て増収要因となり、大きく売上高を伸ばしました。通期の売上高と営業利益のグラフです。2022年度はかつてない爆益の結果となり、グラフが突出しています。2022年度が良すぎたので、2023年度は売上高、営業利益ともに前期を下回る予想をしています。2023年12月期の業績予想は、前期比で売上高は 18.9% の減少、営業益は 28.4% の減少、経常益は 30.1% の減少、最終益は 38.4% の減少を予想しています。売上高については、販売数量は増加見込みではあるものの、為替の前提をそれぞれ、床安、円高に設定したことにより、通期で減収の見込みとなりました。前期は、販売数量、販売単価、為替レートの全てが業績に良い方向へ動きましたが、2023年度は床安、円高設定ということで、2つの項目が業績を前期と比較して下げる要因と予想しています。ちなみに、為替レートの前提は通期を通して1ドル125円を想定しています。なので、為替レートだけで言うと、2023年2月19日時点では1ドル134円なので、業績を押し上げる想定為替レートになっています。1ドル125円を通期で下回ることがなければ、為替レートに関しては増収要因となり得ます。インペックスの株価と配当についてです。これは、2023年2月19日時点での月足チャートです。直近では、コロナショック前の1200円を突破し、2014年最高値の1661円を超え、1831円まで上昇しましたが、その後の株価は落ち着きを見せ、1400円台になっています。2022年6月には1831円まで株価は上昇しましたが、上髭が長いことを見ると、かなりの売り圧力がありそうです。ただ、トレンド的には下落トレンドは終わっていそうなので、どのタイミングでさらに高値を目指すか注目したいです。配当金についてです。2022年度の配当金は年間62円でした。2023年度は中間32円、期末32円の合計64円を予想し、過去最高の配当を更新する予想になっています。2020年度は年間24円でしたので、3年で 2.6 倍も配当金が増加したことになります。株主として苦しい時期もありましたが、当期の配当金は増配発表となり、増配は今回で3年連続になります。配当利回りについてです。2022年6月以降、株価が落ち着いていることや、増配が発表されたことにより、配当利回りは 4.45% になっています。一時期は 4% を切る配当利回りになっていましたが、再び 4% 中盤になっています。4% 中盤の配当利回りは高配当であり、購入タイミングを見計らうのも良いかもしれません。また、インペックスと同じ石油、天然ガス開発生産の石油資源開発の配当利回りは 6.78% と超高配当になっています。株価はかなり上昇していますが、配当金が気になる方は石油資源開発についても検索してみてください。購入する際は過去の業績などを十分考慮してください。配当成功についてです。2022年度の配当成功は 19.3% でした。2023年は1株配当が64円で、一株益が 206.7 円を予想しているので、計算すると配当成功は 30.9% くらいになりそうです。
株主還元についてです。2022年から2024年までの3カ年の中期経営計画によると、株主還元は安定的な配当を基本としつつ、業績の成長に応じて株主還元を強化するとしています。業績が悪化した場合でも配当金の下限は30円とし、総還元成功 40% 以上を目指しているということです。配当金だけでなく自社株買いも株主還元になるので、全て含めて 40% 以上の還元を目指しています。株主優待についてです。株主優待はクオカードと直江津 LNG 基地の見学です。株主優待は2019年より開始されました。100株で抽選ではありますが、 LNG 基地の見学ができます。普段できない体験なので、小さいお子さんがいる家庭には良いと思いますが、2021年は中止となっています。クオカードは最低限400株以上持っていないともらえません。かつ1年以上持っていないと権利を得られませんので、株主優待も狙っていく方は長期保有が前提となります。インペックスの財務についてです。自己資本比率は 60.3% となっています。以前は 70% の自己資本比率がありましたが、最近は 60% 前後となっています。 60% の自己資本比率は安心できる数字です。総資産が増加し、自己資本も増加しています。利益剰余金も増加し、有利子負債は減少しています。財布にお金が貯まり、借金は減っています。財務的には引き続き特に問題はないと思います。2020年度は大きく自己資本を減らしましたが、回復しているのが財務実績を見てわかります。まとめです。インペックスは日本最大級の石油・天然ガスの開発企業です。2022年12月期は販売量増加、平均単価上昇、円安により過去最高の業績を残しました。2023年度は減収減益予想も増配を発表しており、年間配当は3年で 2.6 倍に増加する予定です。指標的にはまだまだ割安な高配当バリュー株です。2022年12月の期末決算を発表したインペックスを解説しました。販売数量の増加、平均単価の上昇、平均為替レートが円安になったこと、3つの要素が重なり過去最高の業績を残しました。直近は世界情勢の影響で良い業績となっておりますが、やはり今後は世界的な脱炭素の流れで石油需要が大幅に減少していく見通しの中、石油依存からの脱却など業態変化の加速当面の課題になることに変わりはありません。イクシス LNG の安定操業の達成により、石油・天然ガス分野のポートフォリオの強化と生産効率を向上させました。オランダの洋上風力事業の取得などにより、再生可能エネルギーを含む事業のスライド対応を進め、事業面での目標を大きく進展させたインペックス。今後も追いかけていきたいと思います。今後も別の個別株も解説していきますので、一つの参考にしてみてください。以上です。ありがとうございました。このチャンネルでは、生活改善情報を発信しています。励みになりますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。